同伴画アンドレ・ドーシェは、フランスの画家。1870年5月17日、弁護士の息子として、パリに生まれる。同伴画を学んだ後1887年から1890年まで、アカデミー派画家であった、リュック・オリビエ・メルソンのアトリエに通ったもののほぼ独学。ドーシェ家は1890年から、ブルターニュ地方南西部のベノデで、 夏季休暇を過ごしていたため同社は、同地方の自然に愛着を抱き、ブルターニュの海岸沿い風景が彼の中心画題となった。1890年にはやはり画家だった姉のジャンヌ・ドーシェが、画家のルシアン・シモンと結婚。シモンは、ベノデに近いケルガイットのドーシェ家の別荘に滞在し、ドーシェはシモンを通じて、シャルルコッテ・エミール・ルネメナール・ラ・ブルターニュ風景画の画家グループで、ある、 バンドのワールのメンバーと交流する。1887年、公式サロンであるフッツ芸術家サロンに同版画を出品して画壇にデビューし、1894年、サロンラシオナルに初出品。1896年には、同サロンの正式会員に迎えられて、囲碁同サロンを活動の本拠都市1938年には会長に就任した。同サロンはかつて、 ピエール・ピュビス・ド・シャバンヌや、ウジェーヌ・カリエールらが会長を務め、ややリベラルな傾向を示していた。1938年フランス学士委員会員となる。ピッツバーグ、ミュンヘン、ブタペスト、ブリュッセル、バルセロナでも作品を展示。1948年5月15日にパリで死去した。同伴が油彩画のほか水彩画、パステル画、デッサンを手掛け、風景画、 海洋画を中心に、ブルターニ風俗画、草画など多彩なジャンルで活動した。ポンタバン派、ナビ派と、ほぼ同世代だが、より恩賢で、伝統的な作風を示す。同社が属した、バンドのワールの名は、グループの中心であった、コッテの暗めの作風に由来するが、同社の風景画はより明るい色調を基調としている。メランコリックな象徴主義風の作品も存在する。 差し絵では、射脱な語り手としての才能も示している。東京の国立西洋美術館は、油彩画、木と流れ、銅版画、ブルターニ風景の2点を所蔵しているが、現在常設展示外。岡山県倉敷市の大原美術館は、油彩画、風景を、所蔵、常設展示している。国立西洋美術館所蔵作品は、松方コレクションに由来し、同コレクションには、 コッテ29点、シモン7点が含まれる。大原美術館所蔵作品は大原コレクションの一つで、同コレクションはコッテ5点とシモン1点を含む。戦前の日本の収集家が印象派や前衛のアンリマティスに加え、よりアカデミックで接中的作風のバンドのワールにも強い関心を示していたことが伺われる。なお感覚派の堅実な作風を理想とし、 印象派やマティスへの反発を隠さなかった、カノコギ・タケシロウは、メナールと交流があり、ブルターニュで制作を行った。ありがとうございます。